ベロブルグ市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にし、この都市を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により、私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で善人の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖令のことでした。時が経ち、惨禍に気づいた彼女が後悔し始めた頃には、もうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損護するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によってこの世界は、開拓者にヤリーロ6と呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャ様にエールを送れ。ベロブルグ